疲れです。お疲れ様です。すいません、お休みの日曜日に。ありがとうございます、ご協力。今日実際どういうこと何をやるの。ちょっと前に西村さんと社長が喧嘩した動画上がったじゃないですか。あの謝罪動画みたいな感じの。チワ喧嘩ね。そうです、そうです。その時の問題だったファッションセンスをコメントでいっぱいいただきますし、はい、社長がショックを受けてるんですよ。なんか西村さんの方がおしゃれだとか。あ、そうなんだ。社長はなんかもう流行りに乗れてないとかをいただいてて、社長が落ち込みと腹立ってるのもあり、最近西村さんにも八つ当たりがひどいと。怖い。そうですね。そうなんだ。いや、だけど全然ね、いいもの。まあ人それぞれだから。そう、服なんて。そう。まあ一番お金を使っとるよね。そうだから人それぞれだから気にしなくてもって言っても、うん、やっぱ気にしちゃってるみたいなので、私がコメントを確認してるんですけど、うん、それがあってから自分でも確認するようになっちゃうんですよね。あ逆に僕はそれと何をすればいいの。でそこで慰めちゃうと、うん、まあ、面白くもないし、彼がまた余計に調子を乗っちゃうと。ああ、そういうこと。そうか、はいはいはい、そういうことか。そうです。なんで今日はお願いがあって、はい、社長今家にいるんで、うんうん、社長のクローゼットを嵐にいいな、できるかな。でもう、うん、絶対に褒めないでください。何があっても褒めずに、もうケチョンケチョンに。動画的にってことね。ああ、そういうことね。そうです。あの、まあ、面白そうだね、そっちの方がね。いじったら逆に熱くなるんで、彼は。ああ、優しいもんだね、僕たちが。そう。まあ、優しいね。優しいね。優しいね。なんで、しかも普段優しい方プラス、社長の天敵のお二人に、はい、こんな気を言ったら社長はもっと熱くなると思うんで。そうだね。そうです。心を鬼にして。そう、心を鬼にしていただいて。弾むのためだと思って。それを沈めるかのように、はい、まあ、ケチョンケチョンにやっていただけたらと。わかりました。思います。頑張ってみます。自分らが行くってことは言ってないです。言ってないです。ああ、わかりましたって言って。頑張ります。鬼になります。いいですか、心の準備は。わかりました。お願いします。お願いします。お願いします。一旦つきましたので、一旦押していきます。ゴルフバッグ持ってくることになったので、そこに行ってください。お願いします。もう行くわ。うん。じゃーん。じゃーん。遊びに来ちゃった。友達来たら嬉しいでしょ、かっちゃん。日曜日、日曜日。日曜日来ちゃった。あなたが日曜日遊べて。会いたかったな。何？入ります。お邪魔します。入りましょう。お邪魔します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 。普通に遊びに行ってゴルフバッグ。ゴルフバッグ。かっこいいな、これ。欲しいと思ったんだよ。じゃあ、行っちゃうよ。かっこいいよ。いっぱい持っとんね。はい。お休み中の社長の家に遊びに来ちゃったよ。お世話になってるもんね。いや、この間ほら、二人がファッションのことでもめとったので、うん、じゃあ、かっちゃんのファッションを見てみようっていう。あ、でもね、いいんだよね。いや、だね、おしゃれだもんね。おしゃれだもんね。お前コメント欄がちょっとまだないこいつ飛び込みに来とるよ。センスのいいあなたの人ってなんかそれを本当によ、ね、伝えたい。そう、なんかコメントでそう言われてショック受けてるんで助けてくださいとお二人に協力していただいて。実際は感じじゃなくて、そう、実際はめっちゃいいもん持っとるし、めっちゃいいおしゃれな、いいもんじゃないでしょ。そう、おしゃれの坂本さんと、あの喧嘩相手の社長さんを呼んで仲直りを兼ねてね。いいお家ですね。絶対自信じゃないでしょ。本当にこいつ上げようとして落とす大作戦だな。違う違う、今日はそのな、あのちょっとショックを受けているから本当に本当に最近確認前のコメントも見ちゃうぐらい気にしてるっていう話をして、かっちゃんのね、そう、まあね、おしゃれ度をみんなに伝えたいので、協力してくれるというか、緊急に来る必要ないじゃん。あの、じゃあ日曜日じゃないと空いてないんだ、お二人が。日曜日じゃん。一緒だから。もうこれ。行っちゃいましょう。見てください、これ。玄関先に。早速。D スクエア。早速。モンクレーのこれ、新作ですよ、これ。早速。これ YouTube でよく来てるよね。そうですね。褒めに来たらいいよ。まあ、坂本ちゃん見てよ。ちょ、何がムカついたって言おうか。社員がモンクレーとか D スク着てて、スキーにみたいなこれ履くじゃん。はいはいはい。こんなんもう、何年も前に流行って、いい年
仕事やつ着る服じゃねえか。いや俺らの年はっていうコメント欄俺マジで来ましたそうなんで今日はあのおしゃれの坂本さんに来ていただいて、すごくいいよこれも。ただしはただしはおしゃれじゃなくて、ただしはただしはまた別のおしゃれじゃん。かわいい、これかわいいっていつも言うよね。かわいいしょ、うん、じゃあでもこれかわいいよ。聞いてくれ、もう見るでしょ。かわいいよこれ、これかわいいよ。でも高そうだねこれね。こっちはユニクロ。これかわいい、これか、これか、これこれこれ。いや、まあ、ここはよく見るあれだもんね。ちょっとちょっとクローゼット見してよ。もういいって。いいじゃん、見たいもん。もういいって。じゃあ行きましょう。2階になります、2階になります。なんでもつこの強気なんだよ。2階になります、お願いします。まだ好感度が上なんだよ。2階ここに下やつを全部剃ったしょんの。あ、本当に。いや、汚れるのやなんで。クローゼットだから着てないんですよ。いや、最近ちょこちょこ着てないんですが、クリーン出してるせいにはないです。おぉ、これ、これ何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 、どういう感じで2人でなんか無視これ何、これ何、これ何、じゃあ、ほら見ろ、お前ら締めに来てるやつだぞ、これ。そんな落ちじゃない、落ちじゃない、拾ってください、拾ってください。これだって、これかっこいいでしょ。あ、それかっこいいね。これ初回に来たやつじゃない。あ、じゃあ一回来てください。一応できたことないか。いあ、でもないかもしれない。じゃあやば、ちなみに脱いだらちょっと一回見て。脇汗すごい。なんか脇汗すごい。焦りめっちゃ焦っとる。あ、この辺がおしゃれだわ。でちょ、お前ちゃんと書いてある、ちゃんと書いてある、半袖で書いてあるで、かわいいなーって。うるせえ。はい、はい、来てください。あ、すごいね、お着替え中。すごいですね。普通に全然いいもん、もっとりしてるでもいいもん、いいもん持っとる人。俺別にブランド買ってるわけじゃないからね、マジで。お前なんか高いもん買っとるだけだよ、喧嘩といて。いや、お前行ってやろ。お前行ってやろ。喧嘩やめてください、喧嘩やめてください。お前なんかただ高いもん買っとるだけだから。お着替えお願いします。お着替えお願いします。お前のおしゃれなのに。おしゃれ、おかっこいい。閉めると動画にならんでしょ。お前別によくね。それいいよ、いいよ。まあまあ、ジーンズあるから、ジーンズあるから。ほんと変わりね。着替え中、お着替え中なので。お着替え中、お着替え中。あさってる、あさってますね。じゃあいいですね。じゃあなんで、まあこっちの方がいいんじゃないの。いっぱい着とるやつはこっちじゃない。なんだろう、あ、なんだろうな、なんだろうな、なんだろう、こいつが着ないファッションピンク。ピンクみたいな、なファッションなんだろうな。物色？これなんかかっこいいなったら全然持って帰ってもらっていいんで。ちょっと待って、これいいな。これゴルフ用ジャケット、これ買いくね。あ、そうなの。着てみて。へぇ、でもなんか今、ジャケット着んじゃん。色っぽいじゃん。この前なんか違うんだ。これかっこいいじゃん。何のコーナーだろ、これ違うな、これファッション。これさなんか不景参加みたいな。しかも値札つけっぱですから。これぐらいだろ、不景参加。キリとかっこいい、かっこいい、かっこいい、着てる。じゃあこれあげるわ。あ、今日も来た。これいる？いる、着てみて。かっこいい、かっこいい。あ、やるわ。うん。サイズ合うか。違う。お前どういうの。じゃあこれちょっとちっちゃいダースやろ。かっこいい、欲しい。あ、でもマジでこれ形はいい。俺も好感度上げに来たからちょっと上げるわ。男女兼用？おめえの男女兼用みたいなやつ着てるやんけよ、お前。かっこいいじゃん。じゃあ俺はこれ逆に着たのか。いや、独特な服着てるからね。そう。似合わない。なんか似合わない。俺もこれ逆に似合わんじゃない。あ、でも別にそんな、だから似合わない。なんか授業参加に来たお父さん。サイズもあるんだよ。あ、いいじゃん。これやるわ、マジで。これが似合うんだな、これ。俺は歌じゃない。逃げてって言われる。いや、細かくやってやるの、すげえ。これ、ゴルフやってる。これかっこいい。これパーリーゲージ。あ、来て。あ、これパーリーゲージ。これなんか違うんだよな。これ結構するよ。いや、しかもなんか違うんだよな。結構するよ。うん、かっこそのものか。なんだろう、かっこいいな。ズボン。ズボン。上。どうですか。確かに。さっきから怪我してる。服はいいものばっか持ってるから逆にね。おい、坂本ちゃんがいいこと言ってくれてるからちゃんと取って。すいません。なんて決めた？坂本ちゃん。確かに高いものばかりではない。じゃないよね。
まあいろいろあるけどセンスの問題か問題はあこの帽子とかかぶってほしくないですか。あそうだね、これ似合うんじゃないですか。これ一回も来てこれ何これ、これじゃあ日よけだと思って買ったの。西村さん見てください。あなんか違うかな。ちょっとあの日よけかっこいいとかじゃなくて日よけ、はいはい、いや似合う、ね、でそのねこれ本当はカッパ用の雨の日に食べようカッパ用すいませんほら水かっこいいとかじゃないから。本当ちょっと似合うんじゃない。その今の T シャツどうですか。いそういそういそうだよ。悪口やけお前。なんだろうな。どうですか。何をそんなに着手。全部いいんだよ物も。それ好きでしょ。ただし嫌いじゃない。全然嫌いじゃない。嫌いじゃない。嫌いじゃない。うん。T シャツこっち。おしゃれ着半袖って感じです。これ普通のやつよ。これシンプルなやつ見せるよ。これいやでも全然いいんだよ。これおシンプルですね。エンポリ。何その顔何その顔恥ずかしいかもいきなり準備してるじゃん。俺だってそんないきなりこんな3人に宇宙人みたいに学校されちゃって恥ずかしいじゃん。ファッションショーです今日は。ファッションショー俺一人の好きだけどいじられるのあんま好きになったわ褒められるのも苦手だし苦手やん恥ずかしいやんわおいおいこれはかっこいいでしょ。ただしシンプルにめっちゃいいじゃんこれ。ここに横にあるだけでシンプルに可愛いよ。見えんちょうだい。やるあもうこれだね。これ可愛いよね。めっちゃ可愛い。このまますごいだね。やるよ。もうネタバレしましょうか。あんのネタバレ。これ以上出てきてもいいものが出てくるばかり。出てくるだけで自慢になっちゃうね。そう自慢話になっちゃうじゃん。あ、ほら出ました。これめちゃくちゃ面白い。もうこれがあるから旅行行きたいのか。すげえやん。着用すんの？いくらすんの？これね、30万か40万じゃん。これの場合だと60万って言う。いやそんなしそんなし、うん、でも、うん、もう自慢話なんでネタバレしましょう。しまってでもめちゃくちゃかっこいい。しまってください。旅行行くたんびにテンション。でもかちゃんこれモンクレモンクレモンクレって言っててリモアとコラボなんだけど、うん、リモアは知らんかったからモンクレ。あそうそう初おろしが坂本ちゃんとの沖縄の時だ。そうそうそう、モンクレに引っ張られすぎちゃったんですね。しかも噂ではあのだからあのこれ買ったもんね沖縄行きたい説が。本日の企画はい、あ、近いんで離れてください。はいどうもすいませんけどはいどうも。日曜日に日曜日にわざわざ小林家の家に来てファッションチェックをした、はい、本当の理由は何ですか。動画でけなされたって言ってたじゃん、うん、それを俺らが、うん、もっとけなしてやろうけなしてやろうと思ったので、ね、褒めるだけだとちょっと調子こいちゃうんで。調子こいちゃう。でもやっぱりおしゃれだったから。じゃあおしゃれとかじゃないです。じゃあ物がいい物いいものばかりでやらおしゃれでしょ。いやまあまあうん。じゃあそうだと思うよ。常に言われるのはいいわ。そう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 。え、だけどそのダサいとか言っちゃうからな。西村さんダサくない。俺ダサいとは言ってない。ダサいって言ったあ、言ったそうスタイルがあるね。そう人それぞれがあるんですが、なんかまだ来てきたってもういいって。俺の山頂チェックしてきたんだろ。かわいいし、これめっちゃかわいいし、うん、じゃあもう帰りましょうか。帰りますなんだ帰ります帰りますじゃねえよお前ら。じゃあ逆にはタラシみたいな難しい服は着てないでしょ。ああそうそう、タラシはね一番難しいと思うよ。でしょ、うん、好きなもんが難しいから。そうそうそう、だからそういうことだよね。そうそう、単純に逆に奇抜な格好をしたいってことだよね。俺らの年になると柄着るっていうとやっぱりそれなりにやっぱね合わせんとさ。どうしました今どうしました。変になっちゃうよやっぱね。合わせんとさ、やっぱね合わせんとさ、やっぱね合わせんとさ。本当は潰しに来たけどなかなかできない。本当は一回も褒めずにけなすだけだった予定だった。本当は褒めちゃかん予定なの。そう、かっこいいよ。ああ物がいいもんばっかだもん、ね、そう、うん、こういうの着てるよ。あ、それいいよもう自慢になってきてもどんどん出てくるもん。でも俺も結構前から着てる。これはゴルゴに紹介しまった店。これかっこいいでしょ。でもジーパンだと合わせにくいね、あ、これ、うん、逆にジーパンに合うのかなと思ってたのよ。しかも黒パンみたいなの全然履かない、うん、黒い下の黒の履かないでしょ全然。多分黒の好きじゃないでしょう。いや足が短いからね、短く感じるんだよ黒は。もうこれかっこいいよ。ただしみたいな、ああいう感じ。そう、なんかちょっとダボ、なんかピチじゃなくてちょっとダボぐらいでもいい。これ、もう足が短い感じでしょ、これ短い。だからダサい。短いだからダサい。ちょっとあ、出ました、ダサい。出ました、ダサい。ダサい。だからダサいじゃん。いいじゃん。あ、サイズが欲しい。タイプが違うね。うん、じゃあサイズが欲しい。うん、少しでかいな。ちょっとでかいよね、ただしみは。
や、いいもん、やっぱ持っとるね。持っとるって、うん、けなすところなく、ケチョケチョに言わそうと思ったけど、ね、なかなかね、昔から思ってたけど、カツノブはいいもんは買うけど、うん、使い方が難しい服を買う。あ、ここで使えるんだっていう服を買う。それは昔から。ちょっとそのさっき言ってほしかったな、もっともっと詰めてほしかったな。そうですね、なかなかいい。俺いいね、だってこの前にでさ、だって褒めないでくださいって言ったのに褒めでしかない。パッパッピーでもものすごくいいもんなんだよ。そう、うん、ものすごくいいんだけど、組み合わせ次第じゃめちゃくちゃダサいよっていう。あ、そうだね。じゃあそんな感じです。そんな感じで、はい、そんな感じ。企画は変わっちゃいましたが、そうすごいね。いいや、悪いよ。お持ち帰りを、お持ち帰りしようかと思って。何かお持ち帰りを。何かお持ち帰りまだまだこれからも仲良くしていきますんで。ちょっと企画と違うことで、ちょっと脱線しちゃったけど。すいません。楽しかった、楽しかった。ありがとうございました、休みの日で。お願いします。3人の中で誰が一番おしゃれですか？ごめんなさい、お願いします。よかった、よかった。カルちゃん？これかっこいいね。かっこいい。これ、でもそんな高くないよ。ボーラー。ボーラー。バーギーじゃないか。うん、ボーラーっていうね。うん、まあ、ただそんな来るよ、来るよ、来るよ。いや、別に俺は違うじゃん。俺は俺のこと否定主義だから。否定主義。お前は否定主義。またこれまた喧嘩よ。今日お酒入ってないのに。ありがとう。